国道3号博多バイパス下碓井から空港口の現状の交通課題をご説明いたします。事業区間には下碓井、新二俣瀬橋、空港口の3つの主要渋滞箇所が連続しており、速度低下が発生しています。また周辺地域に目的を持たない通過交通が約6割を占め、地域内交通と複装し渋滞が発生している状況です。事業区間内の主要交差点では多くの事故が発生しており、事故の発生度合いを示す死傷事故率は福岡県内平均の約2倍以上と高く、中でも新二俣瀬橋交差点は県内平均の5倍以上と非常に高い状況です。事故の種類を見てみると、交通混雑時における発進、停止の多さ等が主な要因となる追突事故が全体の5割以上を占めており、安全・安心な交通環境の確保が課題となっています。以上のような課題の解決を目的とし、通過交通を分離するために、現在の道路の中央に片側2車線の橋を設置する部分立体化の計画となっております。整備後のイメージをご覧ください。立体化により、通過交通が分離されることから、交通混雑の緩和が期待されます。また、交通混雑が緩和されることで、追突事故等の減少が期待されます。これまで通り、沿線施設への乗り入れや交差点での右左折ができるよう、立体化する橋の両脇に片側2車線の平面部と右折レーンを設ける計画としています。博多駅や福岡空港方面へのアクセス性を確保するため、2つの橋の間には立体部と平面部の分合流区間を設ける計画としております。なお、空港口交差点付近においては、福岡北九州高速道路公社による福岡高速3号線空港線延伸事業が進められており、国道3号の下を都市高速が交差する3階建ての構造となっております。2つの事業が完成することで、福岡空港周辺の渋滞緩和と国内線旅客ターミナルへのアクセス強化が図られます。国道3号博多バイパス下碓井から空港口は現在設計を行っており、設計が完了した後、地元の皆様へ説明させていただく予定です。その後、沿線土地所有者の方々へ用地のご協力をいただき、工事に着手する予定です。設計、用地、工事の各段階において関係する方々にご説明し、できる限りご迷惑をおかけしないよう事業を進めてまいりますので、ご協力お願いします。